沢村宗之城慶応4年に1月25日は幕末の土佐の人物。別名に沢村四世、前川内愛之助、関雄之助などがある。土佐国土佐軍塩江村の浪人の子として生まれる。正木鉄哲間に指示し、学問を学ぶ。その後土佐金納刀に加入した。文久2年に吉村小太郎と共に土佐藩を脱藩する。 竹市半兵隊の現状報告のため一時帰国するが、その後、坂本龍馬らと再び脱藩している。かつ回の文下生となり、海援隊に属す。慶応3年には、坂本龍馬暗殺の容疑者であった三浦九太郎の暗殺計画に参加するが、失敗に終わった。翌年には、維新の混乱から無人状態となった長崎奉行所に、 沢村ら海援隊の人間が中心となって入居し、長崎の町を警備した。しかし1月14日の警備中、薩摩藩士、川端平介をご殺してしまう。沢村は、薩摩藩との圧力を恐れ、海援隊本部で薩摩藩関係者の政治にもかかわらず滑服した。去年26、明治31年、生後位を追贈された。田尻左辺。 増位所見伝造法番上特使増位年表 P11 ありがとうございます。